皆さんこんばんは。5月8日の塩チャンネルです。連休、皆さんどのようにお過ごしになったでしょうか。私はですね、当院のノルマがとてもきつくてですね、今年は達成できそうもないということで、急遽元の選挙区である広島に戻ってですね、知り合いにですねお願いしますっていうことをやってきました。親戚とか、子供の時のですね友人の、お宅とかにも行ってですねお願いをしてきました。まあ、それでもまだノルマ達成しておりませんので、どうか皆様立憲民主党の応援、そして党は応援できないよって人いるかもしれませんので、私の応援という形で党員または協力党員、党員と協力党員の違いというのは、党員は党から機関紙が届きます。協力党員というのはそれがないだけで、党首選があった時の投票権などなどは同じです。で、私が年に1回発行しているレポートですね、それは両方とも私から申し込んでいただいた方には届きますので、4000円と2000円という違いもありますので、2000円の協力党員の方で構いませんので、ぜひ皆さん応援をしていただきたいと思います。はい、概要欄に申し込み先を URL で貼っておきますので、ぜひそこから、党員申し込んでください。まもなく締め切りになってしまいますので、その日までにですね、申し込んでいただかないとですね、残念ながらですね、私のノルマに向けてですね一つ獲得にならないですから、ぜひ応援をお願いしますと。で、まあそんな形で、前半というか、ほぼ後半までですね、広島の方に戻っておりました。はい。で、帰ってきてからというか、帰る直前ぐらいからですね、片頭痛がやってきておりまして、残りの2日はですね、嘔吐とか頭痛で寝込んでおりました。予算委員会などがあり、そして内閣委員会、吉田忠党も筆頭がですね、参院選に出られるということで、筆頭が変わったりで、結構バタバタしていろんな予定が見えなくてですね、残念ながらですね、月に1回予防の注射に行くんですけれども、片頭痛のこれ誰でも打てるわけではなくてですね、いろんなものをクリアして、片頭痛ひどいなって方しか打てないという形になっています、保険適用で。その打つ予定の日がですね、なかなか行けなくなっておりまして、伸び止めになっていたところですね、やっぱり気圧とか体調とか疲れとかっていう形でですね、片頭痛ドカーンというのが2回ぐらい来まして、昨日まではずっと嘔吐で寝込んでいたということになります。発作を止める薬もこのようにあるんですけれども、効かなかったですね。はい、痛くなってすぐに飲めばよかったのかもしれませんけれども、ちょっと手元になかったりとかということもありまして、発作の薬も効かない状態で 3,4 回飲んだんですが、発作が止まるということはなくてですね、ずっと嘔吐が続くというか、もうなんかこうグラグラしながらという形で過ごしていました。はい、ということは、ツイッターとかフェイスブックに書いたらですね、結構皆さん同じ症状だったらしくて、一気に気圧が変わって天気が変わるときにはですね、男女問わずもう僕も大変だったんだ、私も大変だったんだ、やっぱり女性の方が多いんですけれども、片頭痛大変だったんだって連絡がたくさん来たので、花粉症に次ぐ片頭痛というのは割と国民的な病気なのではないかというふうに私は思っているところですと。更年期も関係あるのかもしれませんね、ホルモンとか。なので、こうしたこともですね、いつかまた政策として取り組んでいきたいなというふうに思っていますと。はい、明日は内閣委員会で午後10時から45分間ですね、私が一般質疑に立ちます。梅毒がものすごく増えている問題とか、特定妊婦ですね、例えばその、望まない妊娠だったりとか、出産の環境に不安のある一人で産まなきゃいけないとかですね、家庭がこう少し問題があるとかですね、そういった方を特定妊婦と呼んでいるんですけれども、特定妊婦の問題、特定妊婦様、残念ながらですね、お子さん生まれてすぐに亡くなってしまったりということが多いんですね。お母さん自らですね、その産んだばかりの子を手にかけてしまうというようなことも起こってしまっておりますので、そうした問題にどう対応していくのかとかね、あとは高齢お一人様の問題ですね。今亡くなる方の30人に1人がですね、無縁仏に入っておりまして、そうした問題、そして虐待下のペットの緊急一時保護などなど、そうした問題をできる限りですね、45分間で正していきたいというふうに思っています。ただ最初の質疑でですね、法務省に、問いたい内容があるので、ここです結構つまずくんじゃないかなと。法務省の答弁いつも硬いですから、本当に国民の側に立ったこれまでの質疑の、答弁を踏まえた内容になっているのか
というところがちょっと不安ですので、まあ、ここでこうちょっととどまっているようであればですね、時間を使うような形になってしまうのではないかというふうに思っています。まあ、法務省非常に優秀なんですけれども、まあ、国民の皆さんの理解を得るお仕事ができているのかっていうところがですね、入管法の問題を見てもやっぱりありますので、まあ、私は信じたいと思っているんですけれども、明日の答弁、まあ、ちょっと気になっているところですということで、皆さんも偏頭痛などなど体調にお気をつけてお過ごしくださいということで、明日は質疑です。それではまた明日。